この久喜市ではある有名な果物が有名なんですよ。本当らしい？本当です。それは開店前に調べました。有名な果物があります。それは何でしょうか？シンキングタイム。はい、はリンゴ。わざと？ふなし？ふなしだからご質問を用意したんだけど。あ、そうらしい？それふりだったらしい？久喜市で有名な果物は何でしょうか？ドリアン。ドリアンってどこでも作れるもんとちゃうよね、多分。あ、そうらしい、ダメだし。あ、難しいですな。じゃあ、答え言っちゃおうか。オッケーだし。答えは、梨なんですよ。へー、すごい嬉しい。嬉しいだしな。久喜市では、たくさん梨が栽培されてて。オッケーだし、じゃあ梨園だらけ梨？梨がいっぱいある梨？梨がいっぱいで、たくさん梨が、植わってて、皆さん買って食べてます、はい、じゃあ後での挨拶に行かなきゃ梨な。ぜひぜひよろしくお願いします。OK。 それではです。